はようございます。今日は2019年の2月の27日、ここ羽田空港の、国際線ビルですね。今の時刻で午前7時13分です。本当は6時40分ぐらいには着く予定でタクシーで早めに来てたんですけど、いや残念ですね。このね、国際線ビルの入り口のところでね、最後の最後で事故をやっておりまして、もうそれでずっとこう順番待ちをすることになってね、それで20分ぐらい、20分、30分ぐらいかな、待っちゃう。早めに来てね、いや本当早めに来てよかったなと思いましたけど、まあ、ちょっとね、そう、昨日、まあいいや、その話はやめた、別の動画で話すことにしますけど、これから韓国に行きますね。全日空の、マイルがたくさん貯まるんですよ。クレジットカードで、1% 分のね、マイルがつくんですけれど、例えば100万円使うと1万マイル貯まるわけですよね。で、300万円使えば3万マイル貯まるわけなんですよ。で、それって、1ポイント1円になるのかなと思ったら、マイルっていうのは1ポイント1円じゃないらしくてですね、その3万マイルっていうのが、これ使うとですね、韓国までビジネスクラスで往復できるんですね。すごいなと思って、それってつまり1ポイント1円で換算したら、韓国までビジネスクラスの往復で3万円でいけるっていう計算があるけど、そんなわけないじゃないですか。韓国まで多分往復10万ぐらいはするわけでしょ。そしたら300万円使って10万円も返ってくるわけですからね。これありがたいこと、多分15万ぐらいかかるんじゃないかなと思いますけど、それただですからね。今回私お金、空港の施設使用料ぐらいしか払っておりませんので、それで韓国まで。で、もう海外旅行に長く行くのは嫌なので、もう早速スタート帰ってくると思います。朝8時50分の飛行機で行って、夜8時に向こうを出る飛行機でまた今日中に韓国日帰りというわけです。結構韓国の日帰りっていうのはよくあるみたいですけど、ね、ハワイの日帰りとかに比べりゃそれはよくあるでしょうが、珍しい方に入るんじゃないですか。驚くべきことでしたけどね、驚くべきって言ったらあれなんですが、ビジネスクラスっていうと大体保安検査場、あれは別に分けといてくれて、でそれですぐに通過できるようになってるんですけど、今回もそうだろうなと思って、ね、見たらね、ファーストクラスか、もしくは上級会員、なんかダイヤモンドとかそういうやつね、ああいうやつでないと通過できないんですよね。で、私そういうやつじゃないし、ファーストクラスでもないから、だからビジネスクラスはね、普通の人とつまりエコノミークラスと一緒に並んで結構な行列になりましたかね。15分はかかってないけど、でも10分は確実に待ったな、そんな感じ。ちょっとびっくりしましたけどね、大体なんか分けてあるもんだけど、ビジネスクラスも多分もう多すぎてさばききれないってことなんでしょうね。だいたんね、分かってきたんですけど、ビジネスクラスって私乗る前はね、特に高校生の時とか、あとは海外旅行から帰ってきてもね、ビジネスクラスが高いってことは知ってましたから、乗る前はすごいこうごく限られた、なんか上級みたいなすごい人たちの中でこうやりくりされる、そういう席なんだろうと思ってたんですけど、乗ってみると分かる、高いし、確かにエコノミーと比べるともう天国ですよ。あれは天国なんだけど、でもね、別になんかそんな超素晴らしいってこともないですよ。普通ですかね。で、全日空ランチは4階にあるっていうことだから、行けばいいとは思うんだけど、でそこで朝ごはんも食べたいと思いますが、多分すごく混んでるんだろうな、めちゃくちゃ混んでるだろうな。この日本航空のラウンジとかもいつも混んでてね、やっぱこう空いてて快適な空間っていうのはビジネスでは手に入らないようですね。それしょうがないと思うけどね、みんな他のお客さんだっていっぱいいるんだから。違った、ここはスカイラウンジってクレジットカード、ゴールドカード持ってる人用のやつでしたね。ゴールドカード持ってるメリットってそれはあるのかな、航空会社のラウンジは利用できなくても、ゴールドカードさえ持ってれば空港の中で普通に飲み物とか飲み放題の待ち合い所、それが使えますから、それは確かに大きなメリットです。あと16分出発ですが、搭乗口がね、もうすぐラウンジを出て目の前だっていうことで、なんとか助かりますよ。これだったら大丈夫だ。そうじゃないと遅れるからね。すごいですよ、その行きはね、私たちの全日空と、それから10分前にも、芦花航空ってのは韓国の航空会社でしょうね。芦花航空って10分おきに出てるみたいだから、東海道新幹線みたいですね。私の飛行機はこれですかね。あ、小さいな。ボーイング737、これか。いいわ、別に小さくてもね、飛んでくれりゃいいですよ、落ちなきゃ。これ737じゃないか、これ787かな。顔を見たらなんか分かるんですよね。オウムみたいな顔をしています。どうなんですかね、寒いんですかね、暖かいのかな。暖かい分にはいいけど、なんかマイナス10度とかあるようなところじゃないだろう、そういう格好はしてないんですけど、何も調べずに来ちゃったから、韓国の金浦空港っていうのはどこにあるのかもよく分かんないし、韓国に何があるのかもしれません。ちょっとやる気がありゃいいんだろうけどね、あんま海外旅行って本当に行きたくないんで。お、横に787って書いてある。
飛行機に乗り込みました。ボーイング787という全日空の持っている中で一番新しい飛行機です。ビジネスクラスもまあまあお客さんが乗っていて、私の隣にも人がいます。でこのビジネスクラスの座席はよく倒れますんで、だからもうしっかり倒して寝とこうと思ったんですが、まあ、しかしビジネスクラスの座席って言ったって倒しちゃいけないということは変わりませんからね。飛行機が離陸着陸するときに何か事故があったりとかした際、脱出するのに邪魔になるので座席を倒しちゃいけないことになってるんですね。だから飛び立ってからしばらく経ってから座席を倒していいですよと言われるわけですが、それまでは我慢しました。韓国まで飛行時間はね2時間くらいかな。結局飛んでいる時間自体は1時間半ほどしかなかったようですけれど、まあ、その間だけでも寝ておけば随分睡眠時間の補給になります。結局私は1時間くらい寝ましたが、国際線では機内食も出してくれるんですね。機内食もまあ確かに楽しみではあるんですが、帰りの飛行機で食べりゃいいやと。別に食事はさっきまた私がラウンジでしてきましたので、別にそこで1回食べちゃえばね飛行機の中でもう1回しなくてもいいんじゃないかなと思います。飛行機の待合所、そこでビジネスクラスやファーストクラスであれば食べ物はタダで出してくれ。これは本当にありがたいサービスです。飛行機の中で食事しなくても済みますからね。だから全部このように倒れるゆったりした座席で、ただこのようにむにゃむにゃ寝るだけ。寝てるうちに韓国が近づいてきますが、ちょっと動画のね編集とかしなきゃいけないので、まあ起きまして、下の方に見ると朝鮮半島も広がっています。いやこれは立派な眺めですよ。見てください、この一列揃ったような素晴らしい統一的な光景。これなんか工業団地とかなんですかね、わかりませんけど、ソウルってのはこういうものがいっぱいあるのかな。こういう統一感のある街ってのは、私生まれ故郷が東京都板橋区の高島平なもんでして、団地がいっぱいあるからなんかこう親近感湧いていいですね。これもすごいぞ、この下の道路ですよ。なんだこれ、驚くべきこう車線の数。多分料金所かなんかなんでしょうね。自動車の流れはもうまるで血管の中の白血球、赤血球、そんな感じの素晴らしい眺めで、上から見ていても美しいと思います。これまた大きな山を越えるところですね。こんな山をギリギリのところを越えて、楽しい素晴らしい眺め。こんな山登山するよりね、上から飛行機で見た方が楽しいですよ。いや登山も楽しいとは思うんですけど、私の感覚ではそういう風に思います。しかし韓国ってのは随分山の多いところですね。九州も私の中では山の国というイメージありますけど、まあ、韓国もなんかそれに近いというかね、九州のすぐお隣みたいな、本当にそんな感じです。でもなんか街並みは日本と随分雰囲気が違いますね。こうやって見ると外国ともまた違って、アジアの先進国という印象ではあるのですが、なんでこういう風に違いが生じるのか分かんないけど、統一的なこの建物群だけではなく、一つ一つトンネルとかね、高速道路の構造物がまた違って見えます。自動車が右側通行なのも違うところですかね。ソウルの街中心部を通り抜けて、そこから少し外れた銀浦国際空港に降りるようです。インチョン国際空港がおそらくソウルでは有名だと思いますが、インチョンはもうすごい海の方にあってね、銀浦の方が街の中心には近いのだそうです。実際近かったです。これもまた鉄道の大ターミナルですね。日本で見たような編成の長い電車、通勤電車みたいな感じかな。ああこれは立派だ、すごいぞ。これも韓国の鉄道も大変興味があります。もうちょっと進んだらね、また、多分ねソウル文化駅とかそういうところだと思うんですけれど、その動画は鉄道チャンネルにてご紹介しますね。お、下に見えるこれは貨物駅かな、操車場かな。こういう風に放射状に広がっている線路、だいたい貨物列車の荷物扱いをするのにあのような形になることが多いのですが、日本ではああいう形のもの随分見られなくなりましたが、韓国ではまだ残っているのかもしれません。もしかしたら韓国でも見えづらくなっているかもしれませんが、まあ、それはともかくああいったものを上から見られるとやっぱり鉄道マニアの血が騒ぐものです。街の中心部スレスレのあたりをかすめていきます。まあ、中心はもう過ぎたかな。銀浦国際空港はソウルの中央、ソウル駅からだいたい30分ほどで到着をできる距離だそうです。なお先に言っておきますが、私はこれからあのソウルの中心の駅のところまで地下鉄とかいろいろ乗り継いでいくんですけれども、それはどうも主要な行き方ではなかったそうです。まあそれはそれで私は楽しめたので良かったのですが、ソウル駅までは直行の空港列車みたいなものがありまして、それに乗ることをお勧めします。一応皆さんに情報提供する上ではね、あんまりこう、良くないようなルートを紹介するのもまずいかなと思いまして。さて降りてきました。向こうに大韓航空、韓国であまりもう漢字を使う文化がなくなってきているようですが、しかし日本でも使っている同じ文字を見ると、あこれやっぱアジアの仲間だなと、そんな意識が芽生えます。中国なんかに行くときっと漢字がいっぱいあってもっと親しみやすく感じるんでしょうかね。ただ一方で共産圏なので、それ以前に西側国としてちょっと親しみやすさを感じがたいような場所でもあります。今銀浦空港に着陸しました。この空港は私は着くまで知らなかったんですが、まあ、東京とかそれから中国の各都市とか、本当にね、あの日本とかその辺周辺のごく近い国ぐらいにしかここから飛行機は飛んでいないそうでして、まあ、国内線はまた別なのかなと思いますけど、
だからここに着陸できるっていうのは、まあ、ある意味日本の特権みたいなところでもあってね、頻繁に利用する人たちだけが街の中心に近いような空港を利用できる、ありがたいことです。特に何か日本空港の国際線ターミナルかな、見えますけれど、三角屋根ですね。あの屋根もまたなんかこう韓国風というか、あんまりこうヨーロッパ圏に三角屋根のものってないのかなって思いますけど、こっちには対局機が迎えてくれていて、あ、楽しそうです。なかなかこれは本日も一日いい旅行になりそうだ。少なくともそれほど心配は感じないなというふうに思います。今ここで見ていただいて分かると思うんですが、電波がもう4本立っています。海外ローミング系なんとかとか言って 4G 回線が高速で通信してくれるようでした。さすが IT 大国、サムスン電子のある韓国です。まあ、サムスン電子がこれいい何かこう役割を発揮してるのかどうかはちょっと私には分かりませんけどね。さて、さっき見たこの三角屋根のこの建物も随分これは立派でね、空港ターミナルとして日本人が来た時に、まあ、特に韓国いいな、こう面白いそうだなと、そういうふうに思わせてくれることを狙ってなのかどうかは分かりませんが、もともとこの銀浦空港っていうのは日本が統治時代にここを作ったんだそうでしたね。よし、着いた。ここが銀浦空港ですよ。あのね、韓国の空港って写真撮っちゃいけないって聞いてたんですけど、全然平気らしいですね。 Can I use camera here? って言ったらね、全然通じなかったんですけど、あのカメラここで使うんですかみたいなこと言われて、あの 何聞いてるのみたいなことを日本語で聞かれたので、まあ、私が日本人だってやっぱ分かるみたいですね。あのカメラははい使いたいんですけどいいですかって言ったらですね、まあいいんですけど、何を撮るんですかっていうか、まあ、空港の雰囲気とかですかね。人を撮るわけじゃないんですよね。あ、人は撮りませんよって、あ、だったらいいですよということで、あのね、なんか多分肖像権の問題、まあ、それはあの韓国も日本と同じようにね、そういう問題は様々こうみんな考えてるでしょうから、あの人をこう写して撮るようなことをやると、まあ、良くないんでしょうけれど、まあ、そうじゃなければ別に自由に撮ってもいいですよってことなんですよ。あ、そうなんだ。いや、私本当にね、韓国大丈夫かなって心配してたんですけど、全然問題ないみたいですね。飛行機の中でもね、昔は日本航空の飛行機で、あの韓国行きの飛行機の中では撮影が禁止されていますのでみたいな、そういう放送があったらしいんですけれど、もう今ではね、もう完全なるフリーダムのようです。まあ、あくまであの責任は持てませんけどね、私は一応聞いてから確認 しましたんでね。韓国は一度ね、あのロンドンまで行った時に一番最初に入国した国ですから、私が初めてやってきた海外でもあるんですけど、あの時は、まあ、はっきり言って田舎の、多分田舎の方だと思うんですけど、トンヘでしたからね。今回はあの大都会のソウルですよ。でもどこからどう行けばいいのかね、何にも分かんないですね。これ空港に来たのはいいけど、ここからどうやったら街中まで行けるのかも分からないし、街の名前も知りません。それはソウルっていうのは街の名前でしょうけれど、東京に行ったってね、新宿とか池袋とかあるじゃないですか。私が知ってるのはあのミョンド、それだけですかね。あの朝鮮総督府が前にあったところを見に行きたいんですけど、それはどこ行ったらいいんですかね。この銀浦空港っていうのも調べれば、大日本帝国時代にですね、あの1911年が韓国の併合をして、あの日本統治時代に、日本軍がですね、ここにこう作ったの、そういう飛行場なんだそうですね。で、その後、戦後もアメリカ軍の軍用の飛行場として使って、でその後は韓国軍の飛行場として使って、で最終的に今は民間の飛行機が、そういうところになってるみたいです。時刻表とか見ると、やはり日本行きの飛行機がすごい多いですよ。東京行きとか大阪行きとか、多分他にもいろいろ各方面に出てるんですけどね、やっぱ結びつきの近い強い都市なんだなということが分かります。だからナンバーも、なんか日本のナンバーに似てますもんね。ああいう感じですからね。これはなんだ、これ、あ、インチョン空港行きのバスね。なんか3列シートのデラックスなやつじゃないですかこれ。ああ、なるほど、そうか。この銀浦空港に来てからインチョン空港に行きたいって人もいますもんね。羽田空港について成田に行きたい人がいっぱいいるのと同じように、こういう時に助かるのは Google マップですよね。ここに朝鮮、朝鮮総督府、16キロも離れてるのか、韓国国立中央博物館と書いてあります。朝鮮総督府自体は爆破解体されたはずなんですけど、でも行ってみたいな、この中央博物館。日本語の展示とかもありそうです。バスが難しそうだけどね、ちゃんとたどり着けるかな。さすがにこの距離ですからね、タクシーで行くのはまあ辛いものがありますが、銀浦空港から乗って、このなんとかというところで降りて読めないんだよな。こっから、また乗って、なんかこれドンジャンボマンションというところで降りて歩くと国立中央博物館があるんだ。ちょっとここは行きたいけど、多分街から外れてるんだろうな。なんか朝鮮総督府の建物って爆破解体されたとどっかに保管されてるらしいんですけど、多分その場所なんだろうな。朝鮮総督府自体はあの宮殿の前にあったはずです。京福部か。銀浦空港からのアクセスは基本的にバスみたいですね。
バスがこれ出てるんで6分間隔で出てるのは便利なもんですね。これで30分ぐらい乗るとこの京風に行けると。でも私ウォンを持ってませんから、これ9万3000ウォンです、ね。1万円で9万3000ウォンになったんですけれど、まあ、大体、1円で10ウォンなんですね。だからまあ10倍すごい金持ちになった気がするんですが、なくなるのも早いわけです。だから、ね、地下鉄もあるんだそうでして、どこへ着くのか分かんないけどちょっと乗ってみようと思います。街の方には行くでしょうからね、とりあえず街に行きゃ何でもいいですよ。確かにね、女の人の顔を見るとみんなどれも彼も整った顔をしててね、多分整形手術が進んでるからなのか、まあ、韓国人が美人だらけなのか分かりませんけど、いや、いい文化だと思いますよ。生まれ持ったね、その顔の良し悪しで自分の人生が決まっちゃうなんて、そんなひどい話ないからね。なんか日本では韓国人の整形手術が普通にね、こう流行っていうか、なんていうんですか、普通にやる文化だっていうの結構悪く思われてる傾向にあるようですけれど、私はいいことだと思うんですけどね。これ左側がね、到着の時刻表で、右が出発の時刻表ですけど、もう羽田、大阪、そんなんばっかりです。この虹橋っていうのはどこなのか分かんないのと、あと、まあ、北京じゃ北京がありますけど、なんか見ると男の人はそんなに、みんながみんな整形手術してるって感じじゃないです。いや、女の人もしてるのかどうか分かんないですよね。勝手なこと言っちゃいけないけど。ああ、なるほどね。地下鉄に乗るのに一回一回スイカみたいなものを買って、でそのスイカを返却してもらいたいから一回一回スイカのデポジットの返却を受けるんですね。これ面白いですね。カード代は50円だそうです。これに入れれば返ってくるんだ。保証金払い戻し金って書いてあります。これよく見といた方がいいよな。逆に分かんないな、カタカナでは。日本があるんですけど、目的地の名前がちょっとカタカナでは逆に書けないので、これで G がないな。ってこれか。いや、こういうありがたいものが配られてましてね、本当にありがたいことですけれど、もうこれだったらやっぱ日本の感覚と変わりません。今いるのがこの銀行空港ですが、まあ、ここからこの青い紫かな、これでこの新宿駅で乗り換えて、でちょっとこの JR みたいなやつ、コレールっていうのかな、それになって、ちょっとこのソウル駅まで行きたいと思います。そのすぐ脇には昔日本が作った日本統治時代のソウル駅があって、それは現在も東京駅のような感じで保存されているそうです。おそらくそれはもう街の中心部にあるだろうし、それから他にも多分この辺にないかな。この京福宮か、これはその駅のまた少し離れたところにあるようですけれど、多分ここは街の中心なんでしょうね。ここに昔朝鮮総督府が建っていて、95年に幕が解体されたそうです。じゃあ切符も買いました。デポジットは結局払わなかったみたいだな。これいいんだね。話したらなんか初乗り145円、で145円でもう町の方まで行けるみたいですけど、それでさらにこのカード代に50円入ってるみたいです。安いですよね。大抵なんか外国行くとね、地下鉄がもう高いんですけれど、まあ、それは物価が高いというわけなんですが、韓国は日本の物価水準と高いか少し低いぐらいなのかな、ね、物の値段を見た感じ。アンパンが50円とかで売ってまして、それはセールと書いてありましたけど、ホームにこんなものが備えられてね、火事の時はこれをかぶって逃げろって言うんですね。すごいけど、こういうのがあるのはすごいと思うけど、でもそれにしては数が足りないのではないかという気もします。西武5万系みたいな電車が来ましたね。5万系でしたっけ、あの地下鉄直通のやつ。ホームドアも南北線方式です。すごい良さそうなのにね、これめちゃくちゃ硬い、カチカチですよ。東急8500系を上を行ってますね。でこれが乗り換えの駅シンギルです。ところで韓国はもうほとんど漢字ってのは使わないみたいですね。まあ、使わなくはないようですけど、なんか日本の古文に相当するとか、なんかそんな話を聞きましたよ。旧字体とかね。韓国人も漢字とか勉強はするそうですが、基本的にハングルです。まあ、ちょうどキム・ジョンウンがね、ハノイに行ってますんで、それで一面にこの人が載ってました。なんて書いてあるのか全然わからないんですが、なんかこういうことを言ってます。これ多分買っといた方がいいだろうなと思って、全然読めないけれど記念に買っておいた韓国の新聞です。問題があって、この駅で乗り換えたいんですけれど、切符売り場がないんですよね。改札も出てないし、いきなりこんなコレール、まあ韓国鉄道公社、国鉄みたいなもんですかね、それの乗り換えのところになってるんですけれど、これどうすりゃいいのかな。多分乗車券持ってないから乗っちゃいけないと思うんですけど、どっか売ってるんだろうな。ただじゃない以上売ってるはずですよね。どこにあるんだ。多分なんか北千住駅みたいなところなんですよね。ここかなり乗り換えの駅として重要で、お客さんもいっぱい降りていたんですけれど、だから私は地下鉄から入ったんですが、そのまま JR の方に抜けてしまいまして、で JR でタッチしたらば出られました。まあ、そういうことですね。でこの JR の切符を新たにここで買って再入場すりゃいいんでしょう多分。
せっかくなんで一旦改札駅の構内それ出てみましたけどね、こんな風に太極旗がいっぱいかかってます。あそこの橋などすごいな、もう旗だらけだ。見たとこ祝日ってことでもなさそうですけどね。おお、すごいぞ、なかなかすごい眺めだこれは。これは新宿に勝るとも劣らない感じかな。いや新宿のがすごいだろうな。今出てきた駅の裏手ですけどね、これだ、何を書いてるか全然わかりませんが、生命永遠なんとか、祖がうんぬんと書いてありまして、これ多分朝鮮戦争の時のでしょうね、共産主義者と戦った愛国者たちの記念碑ということが書いてあります。あ、漢字が書いてあるからなんとか読めるか。建立趣旨文、1945年8月15日、祖国復、降伏っていうのはあれですね、あの日本があの敗戦しまして、その後あの韓国があの、まあ、一応日本軍の支配の元から、あの日本の支配の元から抜けたということをあの降伏というんだそうですけれど、左右翼衝突して、1950年の、これは8と書いてあるのかな、8月25日に、まあ、北韓っていうんですね、日本ではね朝鮮人種民主主義人民共和国というわけですけど、北韓か、なるほどね、共産集団が、不法に、侵入してうんぬんと書いてあります。愛国右翼団体所属同志なんとか警察官、消防団学生、愛国同志反共殉国有志異例かな、異例等と書いてあります。1978年にこういうものが釣ったんだそうです。やっぱガイドブック見る観光とかもいいんですけど、何も考えずにね、街にあるものなんだろうとこう一つ一つ目を向けてみると、意外と街の中にも楽しいものがいっぱい見つかるもんですよね。まあこれを楽しいものって言っていいのかちょっとわからないんですが、興味深いものが見つかりました。全日空の人は今日は寒いですよ、韓国は寒いですよって言ってたけど、別にそんな寒くはないですね、ちょうどいいですよ、このぐらいでね。まあ、少し暑いぐらいかな、暑いってことでもないけど。またこの普通ではなさそうな橋も大変見応えがあるんですが、ただ何の橋なのか解説も特に書いてないし、また何かちょっと書いてあることもあるんですが、全部もうハングルで書いてありますので、さすがにこれは諦めようと思います。なんか貨物列車みたいな音が頻繁にする、そんないっぱい走ってるのかなと思ったら、この駅は京浜東北線の、まあ、あ、そうだな、まあ、浜松町とか田町とかそれに当たるような駅のようでして、脇に東海道本線もあるんですね。でそっちの走る特急電車、これは全部客車での運行なので、音が貨物列車に似てるんですね。そういう鉄道の話はね、鉄道チャンネルの方で改めて出そうと思いますから、とりあえずこの、あの、なんていうんですか、旅行の方には あんまり取り上げません。見応えがありますよね、本当に。おお、20両編成すごいね。これで川を渡ってソウルの中心駅に着くそうです。そんなにはかからないみたい。乗り換え駅だからお客さんが降りるかな。これを見るにね、あの駅名もソウルステーションらしいんですよね。だからあのソウル駅なんですよ、この駅名は。ずいぶん不思議なことですけど、多分そうです。ソウル翼って、この翼は多分駅という意味ですから、ではこれを返却してプリンかな。50万、すぐ返金されるんですね。これで100ウォン、あ、違う、間違えた、500ウォンか。これがソウル駅ですね。あの地下の方が多分普通の近郊電車の発着するところで、地上からは新幹線とか長距離の特急が出るようですけど、さすがに未来的で立派に見えます。これは新駅舎でして、旧駅舎が先ほどからお伝えしているように右手の方にあります。お、確かに立派だ。韓国の治安は多分いい方だと思いますけど、でも駅前でたむろしてる物乞いみたいな人もいっぱいいて、電車の中にもね音楽をかけながら物乞いしてる人がいたし、なんか地べたに座ってる人が結構多くて、治安があんまり良さそうには思えないな。しっかり物持ってこないとね。午後2時近くなってますんでね、お腹も減ったし、なんか食べたいんですけど、
どうもなんかね、こう外国のものが書いてあるとまずそうに見えるんで、限界までお腹が減ってたりとか、限界まで喉が渇かないとなんか取る気にならないんですよね。ヨーロッパ行った時はさすがに慣れたけど、でも実際あんまりなんかどんな食べ物も口に合わなかったしね。海外旅行が好きじゃないのってそこなんですよね。でもいろんな人から韓国の食べるもの、飲むものとかそういうのは美味しいよというふうには言われています。前に韓国に来た時はあんま美味しくなかったんだけど、あれはなんか例外的なことだって A さんが教えてくれましたね。これこう、なんですか、ちょっとこう形が違うけど、まあ普通の缶ですよね。よし、開けて飲むぞ。これどこでも売ってるんで、多分美味しいメジャーな商品なんだと思います。人工甘味料が入ってないことを願うけどな。あ、美味しいよ、美味しい美味しい美味しい。これね、1100本ですから110円ですから、やっぱちょっと日本より物価が安いですよね。美味しいなと。うん、この調子でお昼ご飯も食べたいですね。多分ソウル駅の駅中が発達してるんじゃないですか。新幹線も来る駅ですから、ここでなんか韓国料理でも食べるか、多分あると思いますけど。ロッテマートってのがあるな。もうロッテはなんか韓国の中では支配的な企業みたいですけど、この中に多分いろいろあるね。なんか今時のお店みたいなのがいっぱいあるわ。これ第一製麺所ってのは多分日本ではないですね。ちょっと一応日本の会社じゃないかどうかだけ確認しとこうと思いますけど、そんな日本にはないもんな。なんかいろいろ美味しそうなものがありますから、これでいいんじゃないですかね。なんかね、こういうの見るとね、食べる気がなくなってくるんですよね。見たことのないような食べ物ばっかりだから、どうにもなんないんだな、こればっかりは本当に。そういうやつのためにこう親切なものがあるんですね。これはありがたいことですよ。辛いか辛くないかまで書いてあります。もうちょっとね、旅行のしすぎで疲れちゃって1時間ぐらい中で休憩してたんですが、入り口のところにあのメニューにね、うどんなんとかとか書いてあったじゃないですか。あ、韓国でも最近日本食がね入ってきて流行って、うどんなんとか食べるのかなと思ってね。まあそうじゃないですね。まあまずそもそもあの、まあもちろんこの朝鮮からいろいろ渡ってきて日本に入ってきた文化っていうのもあるんですけれど、あの併合していた時代がありましたんで、あの大日本帝国だった時代があったわけですから、まあその時にあのうちの国からこううどんが入ってって、もうそれであの朝鮮語の中にうどんが普通に組み込まれて、この辺りにもう食べ物として普通に普及してるらしいですね。なんか私が調べた限りはそう。なんか穴子とかね、あの寿司屋に行って穴子を注文すると穴子が出てくるらしいんですけれど、あのそれも普通に穴子といえば通じるんだそうです。なんでまあやっぱ元々ね、その識字率の低かった時のあの漢字文化だった時の朝鮮に、あの漢字よりもまずはもうちょっと簡単な言葉をということで、まあ当時あの、ね、普及してなかったハングルの方がすっごい簡単らしいですね。ハングルってね、ハングルをこう普及させて、であの識字率を上げようとした、まあその、 あの政策をやったのが何しろあのね、あの朝鮮総督府っていうか、まあ、あの日本政府なもんですから、まあそれは日本語がその分この韓国の中によく染み入ってるけども、まあそれは納得はできるのかなと思います。まあ、ただ一方でやっぱりあの韓国政府としてはそういう日本語っていうのはあまり使われたくないみたいですけどね。もうしょうがないんじゃないですか、入ってきちゃったものはね。他にもだって英語とかいっぱいこう散々使ってるんだからと思うんですけど、日本語だけはやっぱその中でも特別な感情を抱かれるようです。まあ、あのうちのチャンネルでもですね、確かにあの鉄道チャンネルではなく、あの旅行チャンネルでもなく、背広チャンネルのでね、こう雪犬の悪口ばっかり言っときゃとりあえず定番ネタみたいなところあるんで、そういう感覚なのかな。ちょっとそれとは違う。でも本当に多分あの日本に対してあの恨みを感じているという方もいらっしゃるんだろうしね。難しいところですけど、言葉ぐらい許してくれよっていう風な気もしますが、まあ、実際にはみんな許してくれているわけで、だからこそあそこの、ね、第一製麺所とか言ってもうどんって言えばあのうどんが出てくるわけですよね。これなかなか嬉しいことです。でちなみにあとあの第一製麺所って漢字で書いてありますけど、韓国はもうやっぱハングルがすごく普及している一方で、漢字を読める人っていうのはあの昔の教育を受けた人では漢字使ってた人もいたらしいんですが、なんか一時期漢字教育が終了してもあの禁止されていたとかで、あの学校では教えなかった時代もあったんだそうですね。小学校ではなんか高校の選択科目とかになってたらしいです。であのそういう状態だったから、まあ、漢字を読める人がですね、どんどん少なくなってきて、今の若い人は下手するともうあの自分の名前も書けないレベルで漢字がわからないようになってる。まあ、確かにだって見ないですもんね。同じね、この元々はここのこの国からあの漢字をこうもらったわけです。まあ、元は中国で発明されたんだけど、でこの半島を伝わってこうもらってきたこの漢字の文化がね、こっちではこう消えているっていうのもまたなんだか面白いことですけど、でも最近はね、あの小学校とかでもまた漢字の教育があの5年生だか6年生だかそのぐらいになって復活しつつあるなんていう話を聞きました。もう漢字がほとんど使われない韓国において漢字を使う機会の最も主なものがですね、でお葬式とそれから結婚式の、まあ、香典ご祝儀らしいんですね。そういうのは包む文化こっちでもあるらしいんですけど、
ただそれが聞くところによるともうほとんど漢字が読める人がいないので、自分の名前はそこには一応昔からの伝統で漢字で書くらしいんですが、実際受け取った側が読めなくて誰からもらってるのか分からなくて困ると。で、受け取った祝儀袋の写真をネットにアップして、でそれであのそれに答えてあげるヤフー知恵袋みたいなのがあるなんていうことがね、ネットに書いてありました。でもそれも特有の事情ですよね。私だっていきなり漢文とかで、ね、書かれたら読めないことだっていっぱいありますから、僕から知らないものはそれはねしょうがないと思いますよ。近郊電車に一駅だけ乗ってフェヒョン駅に来ました。一つお隣がミョンド。この駅は知ってますよ。あの韓国の原宿って教えてもらいましたけど、いろいろあるんでしょ。ごめんなさい、それしか知らないわ。地下鉄駅上がったらこんなのありましたけどね、にぎわってて観光にはうってつけな感じがしますが、ちょっとこっちには行きません。ああいう雰囲気はちょっとね、あんまり私は得意じゃないんですよね。あのですね、さっきようやく気づいたんですけども、最初北千住とか言ってね、私が乗り換えていったあの駅のところに、あの韓国太極旗が大量にかけられてるのあったじゃないですか。あれ何だったんだろうなと思ったら、多分ね、あの明後日三一独立運動から100周年らしいですね。韓国の独立運動を始めて、それ100年目が明後日らしいんですよ。今日2月の27日ですから。で、そういや確かに漢字で記念って書いてあって三一って書いてあったんですよね。それでね、三一ってなんだっけなと思って、今ちょっとでこう韓国の歴史をちょっとこう漁ってたね。そしたらね、三一独立運動、あ、これかと思ったのでした。だから100年目の独立記念日を控えて、ここに太極旗が街中にすごくたくさん掲げられてるんですね。いつもは多分こういうことはやってないんじゃないですかね。で、私が来たかったのはここでして、この辺りなんかね、こうソウルの経済の中心っていう感じがしますけど、奥にまた古い建物が建っています。別に古い建物巡りをしたいわけじゃないんですが、やっぱり自分の興味あるところとも巡ると、どうも、日本統治時代のものばっかりに偏るようです。相変わらずこの辺りはこんな感じ、市場街です。多数の観光客も見られます。日本人の観光客もいっぱい来るんじゃないですかね。南大門市場って書いてあって、これ爆弾のモニュメントかなんかかなと思って調べたんですけど、多分違うみたいです。韓国立ち食いおでんの屋台があって、あの人たちは多分立ちながらおでんをずっと食べてるんですよね。あの地下鉄もね、ああいうのありましたけど、結構こう汁を滴らせながらむしゃむしゃとやって、美味しそうに見えますけど、ハードルが高いというのが正直な感想。鳩が群がっているこの前の道の向こう、これ立っているのが韓国銀行の本店の、これはですね、現在は使ってないのかな、旧韓国銀行本店といえばいいのかな、使ってるのかもしれませんが、少なくともこの建物は今はもう博物館かなんかになってるっつったな。ソウルは大変バスが多いところのようでして、もう向こう側はそう簡単に見ることができないんですけれど、確かに今見たらバンクオブマニミュージアムって書いてありましたね。バンクオブコリアマニミュージアムだったかな、韓国貨幣博物館、まあそんなところでしょうか。この建物を設計したのは辰野金吾さん。辰野金吾は東京駅丸の内駅舎とか日本銀行本店を作った人で知られていますが、まあ、それ以前にそもそも、まあ、つまりこれがまた、旧日本統治時代に建てられた、日本政府の建物だったということです。日本統治をする際に、まあ、最初は日本銀行券をそのまま発行して使う、まあ、つまり日本円をそのまま流通させる計画だったらしいのですが、まあ、それがちょっといろいろ反対があり、やっぱこうまだ朝鮮の経済がそんなに発達してない段階で、そのままもう通貨を共通にしちゃうのは危ないんじゃないかということで中止になったそうです。そしてその代わり朝鮮銀行券というものが作られまして、それもまた円なわけですけれど、日本円ではなくて朝鮮円なんですよね。そんなものが発行されてるっていうのは私はすみません知らなかったんですが、まあ、そのつまり朝鮮の中央銀行として活躍しました。その後大韓民国になってからも韓国の中央銀行として活躍したそうです。入場は5時までなのでまだ入ることができるそうです。どうしようかな、入ってもいいんだけど、入るか。ありがたいことにここも入場無料だそうです。お金取ってくれてもいいんだけどね。中入ってね、撮っていいですかって言ったら撮ってよかったんですけど、動画撮影はダメだったそうで、動画は消してくださいって言われて削除しました。で、その後もね、いろいろ優しく対応してもらって、朝鮮銀行券ありますかって見せてもらってね、ここにありますよって言ってくれたんですが、いや見られてよかったですよ。この券1枚と引き換えに、金貨5円、金貨じゃない、なんだ、その金5円相当とか、もしくは日本銀行券、5円を交換することができますみたいな、なんかそんなことが書いてありましたね。でそれで、あ、やっぱりそうか、じゃあつまりそれを見る限りね、まあそんなの調べりゃ分かるんですけど、日本銀行券、まあ、つまり日本円とそれから、朝鮮円とのレートはつまり一応1対1だったってことなんですね。こういろいろ見てね、面白いなと思っているうちに閉館の時間になっちゃいました。私が撮ったものですけどね、分かりましたね、これね、100円って書いてあって見本とありますが、これがまさしく朝鮮銀行券です。これ分かりますね、これ朝鮮銀行券金券とこう書いてありますよね。最初動画で
これ撮ってたもんで、動画ではもっとクリアにアップで映すことができていたんですが、まあ、これでちょっと申し訳ないんですけれど、でも、いやいい写真、貴重な写真が撮れてよかったな。中には寺内正岳の写真とかもあってね、結構忠実に展示してくれてるんですよね。なんか韓国はもう昔のなんか日本の歴史をこう隠しがちだみたいな風に言ってて、まあ確かに教育とかの、ね、場面だとまた別なんだと思うんですけど、でも博物館とかでは結構起こったことをそのまま書いてくれてることが多いような気がしますね。まあお金ぐらいだったらやっぱそうするのかな。でね、あのいいものを見つけましたよ。これテイソって書いてありますけど、まあ、これ自体はよく日本でもね今普通にやってるやつですが、これですね、なんとか12日って書いてあって、それを見るとこれ分かりますかね、多分なんですけどここにかすれてますが4と書いてあって、これは10ですよね。43年、その上のこの部分にはおそらく明治とかなんか書いてあったんだろうと思うのですが、ちょっとこれが収めるという字かな、かなり分かりにくくなっていますが、これ多分明治43年に建てた時の日本のその作ったあれがはめ込まれてたんですよね。でもテイソっていうのは確かこの外側のところにテイソっていうプレートをはめて、その裏側にタイムカプセルみたいななんかこう文章とか書いておくんですよね。でそれはもう取り外されたようですけれど、取り外した後もありますよね。こう周りポツポツポツとこう固定したようなこう黒いものがありますが、でそれを取り外した跡がここに残ってるんじゃないですかね。多分建物の中を歩いてみるに円とかそういう形をしているわけではなかったようですけれど、でもね昔の写真とか見るとこの朝鮮銀行、もともと韓国銀行という名前で作られたんだそうですが、その写真と同じ形をしてて、おおってやっぱ思うんですよね。バンクオブコリアってのはここにあるみたいですね。ここに書いてある、やっぱそうだ、バンクオブコリアって書いてある。これが多分現在の韓国の国立銀行なんじゃないかな。いや本当はね、慶福宮、慶福宮っていうのかな、昔の宮殿の方にも行ってですね、あの朝鮮総督府の跡地とかを見てこようと思ったんですけど、結構あちこちこう見すぎまして、今の時間はもう5時15分です。で私8時の飛行機で帰りますんで、8時15分かな、帰るまであと3時間というわけですね。まあ1時間半までに空港に着いておけば大丈夫だとは思いますが、しかしまあ私も不慣れなので乗り遅れとかは心配だし、今日はもう帰ろうかなと思います。いや結構ね、いろんな人からね、あの慶福宮は行っといた方がいいよというふうに勧められてたんで、まあ、ちょっとそれね、勧められていたのに行けなかったのはその人たちには悪いなと思うんですけれど、でも今回いろいろ、行ったのは2カ所かな、結局2カ所しか行ってないんですね。なんかもっといろいろたくさんみたいな気がしたけど、ここの、旧朝鮮銀行の本店と、それから、旧、京城駅の2つだったわけですが、なかなかいい観光をしました。ソウルには他にもいろいろと見るべき面白い観光地があって、まあ、どちらかといえば今回私が訪れたところはそんなにメジャーなところでもないのかなという気はします。ただ行きたいと思っていたところに行けて、もう十分私は満足です。満足して帰れます。まだまだ確かに見たいものもありますが、もう疲れたし、あんまり長く外国の地にいるというのも不安になってきます。やっぱね、こう見慣れない文字、特にあの韓国の方にも申し訳ないですけど、やっぱこうハングルってのは見慣れないもののこうなんか最たるものですからね、ちょっとこれをずっと見ているとね、だんだん不安になってくるもんでして、で切り上げて帰れるというのはなんだかんだ安心なことです。建物にあの北朝鮮ウォンも保管されてましたからね、びっくりしました。キム・イルソンの5000ウォン札があってね、5000北朝鮮ウォンか。大都市でもちゃんとアジアっぽさが残ってるっていうのは大したもんですね。日本はもうそういう雰囲気がほとんどなくなってるんじゃないのかな。別にそんなアジアっぽい雰囲気は私はそんな好きじゃないんだけど、直行電車とそれから地下鉄の運賃体系はもう同じみたいで、切符は銀浦空港まで1枚で買いました。しかも空港まで215円、2150ウォン、それで行けます。でそのうち500ウォンは返ってくるから実質165円で行けます。なんでこんな安いんだ。韓国はあの乗り越し生産の概念がありまして、ヨーロッパではそういうのできないんですけど、フェアアジャストメントマシーンってのがあったから、多分乗り越しても怒られないんですよね。すごいな。これでソウル駅まで行きます。帰りは違う列車に乗るみたいですけど、アレックスって書いてある。これ乗っていいんだよな、大丈夫だよな。銀浦空港とインチョン空港を結び、途中にはこのソウル駅があるそうです。これソウル駅からあの地上に出ないでそのまま行けるみたいですね。タッチしたら乗れましたんでいいみたいなんですけど、空港連絡のアレックスってやつに乗ればねすごい早く着くようなんですが、そんなのね、地下鉄と連絡して運賃込みで165円、日本円でそんなに安くていいのかな。これ銀浦空港とインチョン空港両方行くっていうことは間違えると大変なことになりますからね。あ、
この空港線はね、ソウル駅始発みたいだ。並んでいたお客さんはみんなインチョン行きだったみたいです。インチョン行きとギンポ行きと行き先が多分途中で分かれると思うので、ギンポ空港に行く人は待ってるわけですけど、そんなにはいないですね。先ほど多分羽田空港と成田空港を結ぶように、ここからあのギンポ空港とインチョン空港両方連絡してるみたいなことを言いましたけど、それちょっと誤りのようですから訂正します。失礼しました。このソウル近い駅からそれぞれギンポ空港行きとインチョン空港行きが別々に出ているということだそうです。今日インチョン行きとそれからギンポ行きだけじゃなくて、本当にいろんな方面の電車が出るようで、ちょっとうっかりしてると本当に乗り間違えますので、しっかり確認しましたが、59分発までしばらくないそうです。結局ですね、私もよく分かってなかったんですけど、このソウル翼、ソウル駅から出発をして、このラインね、これでずっと行って、で、これか、ここに銀浦空港があるんですよ。でそこからさらにその先まで伸びて、ずっと海の方まで行って、その先にインチョン空港があるんだそうでして、だからやっぱりインチョン空港と銀浦空港両方連絡する路線で合ってたんですね。乗ってる中の車内広告でね、竹島のことをやってました。竹島は韓国固有の領土ですというふうにやってました。私前にあの調べて勉強したんですけど、あの忘れちゃったんですよね、どういう理屈であれが日本固有の領土っていうのが、ちゃんと根拠があるわけですけれど、まあ、韓国も一応根拠としているものがあるからこそそう言ってるわけでして、お互いにどう言ってるのかということをちゃんともう一回勉強しないといけないなと思いました。この路線ですけどね、銀浦空港でもそれから、ソウル駅でもそうでしたけれど、すごい地下深いところにあってね、大江戸線もびっくりなぐらいずっとエスカレーターで地の底まで潜っていくようです。このドル箱路線の空港線を165円できるのかな。おお、出られた。本当に165円で乗れちゃったよ、ね、ソウルの中心から。びっくりだ。最後にデポジット。私この駅はね、地下鉄とそれからあのバスしか来ないのかなと思ってたんですけど、そうじゃなくてソウル駅直行の今の路線もあったんですね。だから鉄道路線2つあったんだ。それ知らなかったから、ちょっと行きの時にはすごくなんかね、時間を無駄にしちゃったような気もしますけど、でもその代わり途中の駅で乗り換えて、あれを見られて、共産主義者との、英雄の日も見られたし、列車の撮影もできて、その結果往来だったかな。朝ここを通りましたね。よし、銀浦空港に戻ってきました。いや、間違えて国内線ビルの方に行っちゃって大変でして、ずっと動くほど歩いてきたんですが、また今回も早めに戻ってきたので特に影響はありません。まだ現金がですね、かなり余っておりまして、7万ウォンほどあります。結局ソウルで使ったお金は2000円足らずでした。かなり低コストで楽しむことができて、地下鉄代はごくわずかだったし、それから他に使ったものはね、もうお食事代ぐらいなんじゃないかな、1350円。日本円は紙幣だけなんで、結局ここに600円と、まあ、他に手元にね300円ぐらい現金が残ってますから、300円相当のウォンが残ってますから、まあ、ともかく、帰ってきたのが6000円なんで、日本円は4000円韓国の中で使った、まあそういう風に考えていいかな。これはどうですか、持って帰ってもいいけど、どっか募金してしまうことにしますか。いやもうね、あの入国審査とその前に保安検査があって、行列が長くてね、もう大変でしたよね。やっ本当大変だった。疲れましたよ。もう20分30分は並ばなかったけど、でもそのぐらいは並びましたかね。もともと私が疲れてたからそこに立って並ぶのが大変だったっていうことなんですけど、やっぱり帰りもビジネスクラスだからといって、あの優先してもらったりとか、そういうことは特にないようです。今ね、私ビデオカメラをね、都合どうも3台持ち歩いてるらしいんですけど、大量に持ってたから疑われたのか分かりませんが、あの入念にビデオカメラのチェックがなされまして、まあ、それでまたちょっと時間がかかったっていうのもあったんですけど、ね、自分でもまさか自分のカバンに3つも入ってるってもらうのびっくりしました。10分おきとかに飛行機が出てるんだから、ほんとすごいなと思いますけど、34番乗るとあった1本早い飛行機で回復してくれませんかね。そんなのができるわけないんだけどな、自由席じゃないんですから。さて、それでは飛行機に乗って帰ります。もう東京までそんなに時間はかかりません。地理的にも沖縄に比べてかなり東京に近い場所であるということを私は知っています。気温も気候も日本に大変よく似ていて、韓国はいて随分気楽な海外の街でした。ソウルの去り際、さすが東京に並ぶ大きな街、下にはもう抜群の夜景が見えます。抜群の夜景っていう言い方があるのかどうか知りませんが、こんなに綺麗な景色はなかなか見ません。東京もね、あのすごい景色はいろいろあると思いますけれど、まあ、飛行機が東京の中心部を今通らないルートになっているようですから、こういった光景はなかなか見づらいと思います。
今度東京でもまた東京都心部をかすめるようなルートで飛行機が飛ぶようになるんですよね。そうなったら窓の下を眺めるのは楽しみになりそうです。お持ちいただきました全日空ビジネスクラスの機内食はこちら。行きも同じものが出たようなので、まあ、行きも帰りも同じなんであれば別に1回食べればいいかなという気もします。まあ、幸いというかちょうどいいことに今回は帰りの空港ラウンジでそんなにしっかりとした食事がありませんでした。行きはカレーライスとか食べられたから良かったんですが、まあ、帰りはねこういう風な感じのものがあのラウンジにはなくて、ラウンジはなんかちょっとしたパンとかサンドイッチとかそんぐらいだったかな。だからこういうしっかりとした食事ができるんだったら、ああラウンジで食事してこなくて正解だったわと思います。と言っても量はどっちかって言ったらこの手の国際線にしては少なめな気がしますね。それからまあ JAL のビジネスクラスしか今までは乗ったことがなかったんで JAL と比較するのもあれかもしれないんですけど、もっと長距離の便であれば食事はある程度し放題、何でも頼めば持ってきてくれますんで、まあ、そういったやり方ではないからやっぱり短距離線独特だなと思いました。このねお茶はすごい美味しかったんですよ。でも食事をし終わったらね日本の兵庫県上空ぐらいまで来てまして、そっから羽田空港まで 3,40 分ぐらいですよね。いや短いもんでした。結局帰りは豪華な座席をそれほどしっかり味わうことはなく、ただ美味しい食事を味わい、まあそれの方がねどちらかといえば普通の人は面白いのかもしれませんが、それで東京に到着。本当に楽なもんです。それじゃあ無事に羽田空港に帰ってきたところでこの動画も終わりにしたいと思います。帰ってきた時もですね、やっぱり入国とそれから税関のところ行列にする行列で結構やっぱ大変でしたね。でも今回はもう行列するだろうと思って早めにこうバッと並んでたんで、結局10分ぐらいかな、待ち時間全部足してもそのぐらいだったから、まあ、そんな大変ではなかったんですけど、あでもやっぱこうビジネスクラスでも及ばない点っていうのは結構あるんだなって気づきました。まあ、初めて羽田に来た時もね、ファーストクラスで帰ってきたじゃないですか。あの時でさえ、まあ、入国の時はファーストクラス専用の入国ゲートみたいなそういうのはありませんから、だからたまたまその時間が夕方の4時ぐらいでね、空いている時間だったからスッと入れたっていうのと、それからやっぱファーストクラスのね、こう降りて井の一番に行ったから、私4番目ぐらいでしたからね、そのまんまこうゲートに何の苦労もせずと、まあそういうことだったんですよね。まあ、しかし保安検査の時もね特別な対応をしていただいて、ジョン・F・ケネディ空港の時はあの時はなんか専用のね、JAL の方にこうついていただいてそれで通ったりとかしたもんですけど、まあ、そのお金払ってるからもちろんそんぐらいは当然だっていうふうに思ってもいた一方で、やっぱりね、ファーストクラスっていうのはその金払っただけのことはあるんだなっていうか、あれは確かに恵まれすぎているっていうかね、いやそれ恵まれすぎるだけにやっぱり当然の膨大な金額を払ってるんですけど、あなるほど、あれはいかにすごいものだったのかっていうのが最近だんだん分かってきましたね。ちょうどこの下に赤い絨毯が3枚敷いてありますけど、あそこがファーストクラスの乗り場だそうです。ファーストクラスの乗る人本当にいっぱいいますね。すごいな。あ、あれか、ダイヤモンドの人も乗れるんだね。ダイヤモンドの人が多いかな。あ、朝行って帰ってくるんで十分だって言いましたけどね、まあ、もちろんもっといっぱい見どころはありますよ。韓国が別にそんなつまらなかったとかそういうわけじゃありません。やっぱこうね、よくニュースとかでわけのわからないことを言っている国だなみたいな、そんな印象はありますけれど、でも韓国の人だって多分私だってね、韓国人見ればあの人韓国人だなってわかりますんで、韓国人も私のこと見れば、あ、あいつはジャパニーズだ言わないか、日本人だなってわかるんじゃないかなと思いますけど、でもね、韓国の方も非常に親切で、しかもその日本人のなんかこうなんていうの、マナーというかね、気遣いみたいなのこう結構ね、共通するところがやっぱあったからね、いても大変過ごしやすかったですね。今後も多分わけのわからないことを国としてはね、いろいろ言ってくるんじゃないかなと思うし、日本のことが嫌いな方もいっぱいいるんだろうし、それからもうあさってですか、3月の1日三一独立運動100周年とか言ってね、また何か起こるのかもしれないし、まあ起こらないかもしれない、わかりませんけれど、まあ、良くないニュースもある一方で、でも一人一人の個人レベルでね、こう接してみると、皆さんとても優しくしていただけて、あ、やっぱりいい人がいっぱいいるんだなと、そういう風な気持ちになれて、ね、トータルではとてもいい旅行になったなと思います。韓国の視聴者の皆さんも今回ね、オーストラリアとか行っても、アメリカとか行ってもロシアでも視聴者の方に話しかけられたんですけど、韓国では今まで行った外国で視聴者に話しかけられなかった唯一の国なんで、タイとかね、グアムでも話しかけられたんですけれど、視聴者の方は一人もお会いしませんでしたので、今ねちょうどこの看板の裏に、ね、日本の視聴者の方おられるようなんですが、今でもご覧いただいていると思いますので、ぜひ今後とも楽しんでいただけたらと思います。どうもありがとうございました。